老後になってもローンが残ってるとかって最悪やと思うんやが老後は収入が激減するの分かってるなんでローンが老後にも残るようなローンを組んだろうそれを勧めてる銀行って僕は悪徳氷菓子にしか見えないんだけどそう思わなかったよ はいみなさんこんにちは投資と運用を収穫する富のエグゼクティブマネーサロン他の学校 YouTube チャンネル代表の生きひですさあ今日もね、えー、皆さんの役に立つお話をしていこうということでちょっと今日はね怖い話というか心得ない心得ておかないといけない話をしていこうと思いますなんかねいっぱいまだ喋ったらなあかんことあると思うんだけどもまずね自己管理できない人老後も無理やと思うよ 会社に縛られてて、あるいは奥さんに縛られてて、言われたことをただ淡々とやってる方、老後得ないみなうよ。自分の服、靴、靴下、パンツ、ハンカチどこにあるか分かってるかい奥さんご覧の時にちゃんと料理自分でできるかい家計簿つけれるかい全部奥さんに任してないかい奥さんは奥さんで全部旦那さんに任してないかい旦那さんが突然死んだ時に困らないかいどこにいくら入ってるか分かってるかいだから普段から夫婦で話し合っとかなあかんねん。 人生って結婚してる人たちは一緒に作っていくもんやねん。一人でやるもんじゃないねんって。別々に役割分担してるとかじゃねえ。一緒に頑張るもんやねん。だから普段からそういう話を絶対やっていかなあかんと思うよ。な、働くっていうのは旗を楽にさせれるって書くやんか。 だからできるだけたくさんの人が喜んでもらえる仕事を自分からやってて楽しいようなことしかも老後でも続けれるようなものを普段から心がけていかないといやいや仕事やってる人は多分老後悲惨な目に遭うんじゃないかなと思いますねあとはもう健康の話からこれも続いてくると思うねんだけど大体いい不健康の人たちってルーズな人がいいな出したもん出しっぱなし片付けない老人の家がゴミ屋敷になってる脱サ。だから貧乏やねんて 家片付いてるかいお風呂洗ってるかい靴磨いてるかい靴揃えてるかいトイレ洗ってるかい整ってるかいそれは生活習はある程度あると思うんでそれでも家が散らかってるっていうのはもう僕は先細りしか見えないと思うんだけどなあと老後になってもローンが残ってるとかって最悪やと思うげんか老後は収入が激減するの分かってるなんでローンが老後にも残るようなローンを組んだろう それを進めてる銀行って僕は悪徳氷菓子にしか見えないんだけどそう思わなかったのグーグもお客様退職金でお支払いいただければいいと思います退職金いくらもらえるか決まってへんやんかまだ家のローン組んでない人いてたらその辺も考えなあかんわな,なんか見栄を張ったりとかちっちゃい時のマイホームは今あれも全部嘘だから世の中で作った貧乏人から金を銀行が搾取するために作った仕組みでしかないから 欧米と比べても賃貸の比率が圧倒的に日本と少ないな。世界で一番持ち家率高いのが日本ちゃうかなっていうぐらいみんな家持ってるんだけど、その結果みんな苦しんでるやんか。まあ実際は自民党の政治の舵取りのミスでこうなってるわけやねんけど、みんな予想してなかったと思うけど、なってしまったものは仕方がない。これから数十年かかって元に戻っていく可能性はあるけど、どうなるかわからない。だから、 国に頼ってもあかんし年金に頼ってもあかんし自分で工夫やっていかなあかんっていうことや。あとはほんまに話し合っていって熟年離婚になれるようにしようね。離婚の財産分与で少なくなってしまった預金や資産全部半分になるわけ年金も。両者とも大打撃食らって貧乏まっしぐれ。事故中でパートナーに感謝のない旦那奥さん好きで結婚したんちゃうかなと思うけどないつからそうなったんかな。 愛するっていうことをしっかり僕は磨かなかったせいじゃないかなっていうのはすごく思うけどなさあ手なわけで相談というか質問来てたやつ答えていきますねまず30代の質問低収入です肉体労働がこのままま続けるとは思えません大学も三流大学を出て結局就職もままならず現在肉体労働で工事現場で働いています 子供も生まれ、奥さんと喧嘩が絶えないんです。どうしたらいいでしょうか？むっちゃ大変やな。この人な気持ちはよう分かんねんけど、まあどっかで。まあ世の中の仕組みを知らなかったのかな。うん、さっきも言ったけど、健康で亡くなったらこの肉体労働の方々な。例えば大工さんとか工事。玄関飛び職に屋根の上登ってる人だとか。病気だともうご飯食べれなくなるやんか。 皆さんの旦那さんがそんな肉体労働だったら怪我したらもう食べれないわな奥さんどうしてるもう一緒にトン働きてなあかんと思うよな奥さんと喧嘩が絶えないなんで喧嘩が絶えないやろな子供が生まれてんのに難しいなこれ自分の経験のないことを後悔するのはとっても難しいなまあ言えることがあるとしたらまだ30代から若いから今から夫婦で 何かできるものないから例えば喫茶店でもいいしお好み焼き屋さんでもええわ何でもいいねクレープ屋でもええね自分で独立して通勤のない状態で夫婦が一緒に支えながら働けるようなものないかで考えた方がいいしもしないんやったら自然の中で子供を育てようということで田舎の古民家頑張って安いのを譲り受けるか買うかして畑耕して自給自足に行くしかないんちゃうかなと個人的にはね思います。 2つ目 60, 歳のの相談です60代か60代前半の方ですね。年金も少なく旦な、旦那さんが上やな、これ女性の方ですね。物価が徐々に上がり、不安でいっぱいで、預貯金を切り崩しても、このままではあっという間に貯金を底をつきます。どうすればいいですかこれ、さっきも言ったけども、生活水準を落とさなあかんわな、ね。預貯金繰り返してもあかんということは、働かなあかんやな60超えても働けるものを探すことですね。働きましょう。 もうすごい悲しい言い方やねけどそれしかないわね預貯金もない投資の仕方も知らない資産もないじゃあもう自分の肉体しかないから働くしかないわね働くとしか言われへんね辛いなあでも辛いけどそれしか僕はないと思うけどな日本は最悪生活保護があるけどなまあ今この2つの30代の人と60代のこういう人にならないために何をしようかっていうのはやっぱ僕は考えていかなあかんと思うけどな だから結婚した段階であるいは今結婚何年目か分からんけどこれから5年後10年後20年後あるいは60超えて70になった時のお互いどんなライフスタイルを送っていってるのかなそのイメージをお互いしてみて重なって合ってるところ重なってないところどうやって微調整して一緒に作っていけるかっていう話を僕はせなあかんと思いますね。僕は実際どううやってきたかというとい 24歳ぐらいまではとにかく貯金しまくりましたその老後のことなんか考えてなかったな僕はもう人生終わりやと思って10代生きてたからノイローゼやったからもう多分30いく前に死ぬと思ってたわけやでもお金貯めて家買って人に貸そうっていうのを考えてでもそれのためにはお金いるからどうしようかなってでも上場企業に就職できるような大学におって一流企業に入れてんけど でも一流企業に入ったらどうなるかなって考えた時に全然楽しいと思わへんかったなだから自分でなんか自由にできるものないかなと思ってわけやその時にまずは種銭貯めとかなあかんなとまだインフレ進んでたから金利も高かったし株もいっぱいやったらええわと思ったからどん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 お金貯めて株を買って運用始めてな で僕は自分の価値を高めていかないと将来あかんと思ってたから、サラリーマンじゃない、自分で何かやろうと思ってたから、とりあえず先生になったわけや。公務員ね。公務員になってると,とりあえず、まあ一旦安定やんか。で、しかも休みが多い。学校の先生。特に高校の先生やったから、夏休み、春休み、冬休み、それから試験休み。大阪府は試験休みっていうのがあって、試験休みは学校の先生、仕事ないね。クラブぐらいやってね。もう僕が辞めるちょっと前から厳しくなった。 こともあってだから辞めたのもあるんねんけど、1時間単位でもなんか休暇届け出さなあかんとかなんだけど、僕らの時には勝手に学校出て行って、勝手に帰る先生もったし、勝手に出て行って証券会社で株やってる先生もいてた時代ってまだよかった。だからこのいっぱい休みがある間にいろんな資格取って、学校の先生よりももっと稼げる仕事にいずれ移ろうかなと。 いうのがあったんですねでそもそも教えることが好きやったしちっちゃい時から熱血教師もいっぱい見てきてたからあんな風な先生やってみたいなと思ったからそれを実際にやったわけや。まあ、僕のは 常識がなかったからはちゃめちゃでむちゃくちゃなことばっかりやらかしてしもたけど毎日学校行くのが楽しかったし仕事そのものが楽しかった担任するのがこんな面白いもんなかったしクラブ顧問も楽しかったし学校生活多分ね高校生をやってた時よりも高校が楽しいぐらい先生楽しかったでその間株の運用ずっとやってたからしかもねずっと353ぐらいまで実家におってねだから家賃もいらん 生活費もなんと僕は入れてなかった。まあ入れてなかったけど母と父ご飯連れて行ったり旅行連れて行ったりしてあげたりもしてたけどその間に貯めたお金で家買ってでもそれも母親のサポートもあってさっさとローンを返し終わったところで株で儲かったお金でもう一個家買ってで初めの家からを貸したんで家賃収入でローンを返すようになったわけや。しかもその家もまた人に貸すことになってこの家を買って。 7,000万ぐらいローン組んでけどもうほぼ残ってないな20年でほぼもういつでも一括で返せる状態まで減らしてしまうんだけどこの家の組んだローンの半分以上も半分以上ってこれ全部その他の家の賃料で全部チャラでしょ。 なこの家、土地はキャッシュで買ったけど、建物のローンに関しては、まあ分かりやすい話ね、建物のお金は全部別の建物を借りてくれてる人が代わりに払ってくれてるって仕組みを作って、今言うたような算段をずっとやってて初めから。 で僕は今みたいに世界一周したりとか高級車とか乗ったりとか毎月家族で何か食べに行ったりとか旅行行ったりとかなんて全く当時はイメージはなかったんけどでもいろんなお金持ち見ていってい中でずっと働いて奥さんと子供放置してるお金持ちと奥さんと仲良くやってるお金持ちみたんけど仲良しの方がやっぱり自由人ほんまの意味の自由人やて、ね、な。旦那さん を放置して浮気してる奥さんとか奥さん放棄して愛人作ってる金持ちとかもいっぱい見てきたけど結果的に幸せに見えへんねんね子供が一番方向やんかだからそんなのも嫌やったんでまあ僕の場合は2度目なんやけども奥さんと何回も喧嘩して何回も話し合ってで仲良くなってから収入増えたかな でまあ、僕を信じてついてきてくれたしこの家をすごい守ってくれたので僕はいろんな失敗をやらかしても必ず助けてくれたしだからその分僕はあの今これ見られてる方々はどう思ってるか分からんけど女の人はお金使うのが仕事で男の人は稼ぐのが仕事で僕はよく言うんだけど家っていうのはね奥さんがいつも笑顔でいるっていうことが一番大事やねんね奥さんがいつも笑顔でいてくれるかかわ殿下でえねでて尻に敷かれて。 いざという時に家族を守るお父さんであること、旦那さんであること、そこだけ意識したら一生懸命働く、ただ働くのも仕事ばっかり頑張って、奥さんと子供放置じゃなくて、ちゃんと家族を一番大事にできるようなライフスタイルを取れるような仕事に就かなきゃだから給料がいいからとか、厚生保護がいいからとかで、ね、仕事に就いたか金で、そんなことやってたら老人の孤独しというか、老後、貧困になっちゃうよというお話でございました。 さあ、えー、そんなことを考えてね、今、もう来年65歳ですけども、64にして世界一周を終えまして、来年も世界一周またやりますけども、しばらく毎年世界一周して、行ったことない街をね、いっぱい探検していきたいなと思っております。これからね、ハッピーライフ、うちのサロンです。えー、ハッピーライフコミュニティもっとでかくしていって、僕みたいなライフスタイルを少なくとも、僕はもう60回ってからやけど、50歳とか40歳からできるような人たちを、 たくさん1万人育ててよううとということで今サロン頑張ってますまだサロンやってるやつちょっと若造すぎて全然フルベッドしようへんからもちゃもちゃしてますけどスタッフ徐々に増やしていって目標は1万人1万人のサロンしようかなとでねその中で財団作ってこれから起業して自分で商売やろうかなっていう人たちにお金を貸し出せるそんな仕組みもね作っていきたいと思ってるんでぜひともですね オンラインサロンの方々ぜひハッピーライフがこれから、まあ、今から育ててでかくしていってる仲もまだ募集中なのでぜひね共感できるという方はお手伝いも募集しておりますのでご連絡のほどよろしくお願いをいたします。僕もやってるサロンってさっき言ったオンラインサロンは2つあってもう1個はお金の投資のサロンもやってるから今から投資考えてるよという方はぜひねサロン入ってでねなんかお試し期間ですぐ辞める人多いんだけどそんなことやってたら何やっても知る悪人間やで。 少なくとも一年間は腹くぐって、年間一括申し込みをやって頑張り、はじめは毎日届いてくるやつが何言ってるのか分からんかもしれんけど、分からんのじゃない、ちゃんと勉強すんねん、質問し放うにい、ね、質問すんねんって本も読んで、そしたら必ず道は開けるよ、待ってます、サロンに行って。ということで今日はこのぐらいに、ね。それでは今日も笑顔でお疲れ様でした。明日も元気にいってらっしゃい。 はい皆さんここでなんとお知らせでございますなんだかんだと頑張りましてねこの40年以上にわたる僕はですね投資でまあまあ成功してる人なんですねもうご存じの方も多いと思いますこの投資手法なんとニュースとか難しい用語とか言葉全く不要なんか嘘みたいな本当のなんなんと勝率80%平均を超えるというですねこの手法を皆さんに今回公開する運びとなりました、えー、この動画を見られてる方もう本当に貴重な体験をされると思いますつつのコースが実はは用意されれてていて1つ目まずこれは ライブココーーススというコース僕並びに認定講師それぞれ皆さんね勝率90から100%というねアホみたいな夢みたいな嘘みたいな人たちが皆さんが実際に株とか為替を取り消すのを添削するというねすごいコースをやっておりますただこれね半年に1回しかやらないいためにねね満席が多いんです、ね、だから皆さんのご要望に応えてもう一つ用意しておりますそれがなんとオンラインコースこれはいつでもどこでも自分のペースで好きなように何回も繰り返す学べるこういうコースこの2つのコースをね今回用意いたしましたので。 ぜひ皆さん時代は投資です貯金に預けてもお金は増えない金庫の中にお金を入れといてもインフレで減るだけぜひですねこのチャンスに自分のお金を自分で増やすそのことに取り込まれることをおすすめしますということでお申し込み待ってるよ